写真拡大。全3枚。パリーグ、西武4対3ロッテ、17回戦、西武9勝7敗1分、17日、メットライフ西武秋山翔吾外野手、31が1点を追う5回、無視満塁で、右前に逆転の敵地打を放った。ずっとチャンスで打てていなかった。勝ちに結びつく1本が出て、ほっとしています。140キロの直球を捉えた一打は、後半戦12打席目での初安打。自分だけが久々のヒットで喜ぶのも、と派手なアクションはなかった。後半戦初戦の15日、連続フルイニング出場を679試合に伸ばし、鉄人衣笠、潮、広島を抜いて単独3位に浮上した。しかし、5打数無安打に終わり、これなら試合に出ない方がいいと自らを責めた。チームは4カードぶりの勝ち越しで首位ソフトバンクとのゲーム差を5月5日に縮めた。食らいついていけば逆転優勝のチャンスはある。勝負強さを発揮した秋山がチームの勢いを加速させる。